岡田哲司は、日本の建築家。株式会社、岡田哲司建築設計事務所、千葉大学院准教授。兵庫県豊岡市出身。兵庫県立豊岡高等学校卒業。1986年、早稲田大学理工学部建築学科卒業。早稲田大学理工学部建築学科卒業。1988年。 早稲田大学大学院修士課程終了。大学院時代に建築家の伊藤富夫及び建築専門誌、英雄元編集長の中村敏夫からコロンビア大学建築学部大学院教授のケネス・フランプトンを紹介され、早稲田大学大学院博士課程進学直後にコロンビア大学大学院に留学。コロンビア大学大学院留学時に、 美術志向古学学部教授のロビン・ミドルトンが主催するジョバンニ・バッキスタ・ピラネージのゼミナールに参加。1989年コロンビア大学大学院を修了。帰国後、早稲田大学理工学部建築学科専任助手。この時期に西洋建築史学のキリシキ・シンジロー指導の下、留学時に着手していたピラネージ及び18世紀建築理論に関する 研究を本格化させ、1993年は瀬田大学大学院博士課程を修了取得。同年、小野あずさ記念芸術賞受賞。1993年から96年にかけ、日本学術振興会特別研究員、1996年から97年に、かけ文化庁芸術家派遣海外研修員として、ニューヨークに滞在。 コロンビア大学建築学部大学院の客員研究員として、ケネス・フランプトンの元近代建築理論について、研鑽を積む。1995年に、岡田哲次建築都市計画研究所を設立。2003年、滋が県立大学環境科学部助教授。2006年から、千葉大学大学院准教授。同年、岡田哲次建築都市研究所の法人化に伴い、 岡田鉄次建築設計事務所に解消林家春蔵からは、相当の目利きと称され、林家裁晩年の友人の一人であった。光悦や楽の茶碗を介して、意気統合した両者は、林家の建てるお茶を介して、茶碗談義や、林家が岡田織休の茶室、大安に招き入れ建築談義に花を咲かせ、 林家が構想する茶室のプロジェクトを建築の専門的立場から動かしていた。対談記録はいかに建築空間は施行されるか、第12回、特別編、林家春さ春三に聞く、作為と無作為について、前後編、カサベラジャパンボリュームズ、854、855、ASJ、モンナドリ、2015に収録されている。ありがとうございます。